西より届く香り、西より届く香り。とあるスメール人が研究調査のためにはるばるリーユへ訪れた。調査に協力すると豪華な報酬がもらえるらしい。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、リーユへ。ちょっとパーティーいいかな。適当でいいかな。多分戦う系じゃないもんね。関係ないよね。どうなんかな。あんまり内容ちゃんと見てないね。なんかタイミングよくこう決められたやつをポンと入れるみたいなやつかな。状況を見に行こうぜ。困ったような人とかいますね。困ったような人。名前の癖がすごいな。ナザファリンとか、クラクサナリデビ様。名前の癖がすごいな。顔出し行ってきます。この子もです。いらっしゃい。やべえやつやんこいつ。ハルバネ。長え名前置きか。全部名前の癖がすごい。
イベント期間中開放済みレシピで調味料を作って、美味しそうな料理に加えると香り高い料理を獲得できる。人活簿ではキャラクターを香り高い料理の試食に招待することで好感度経験値を手に入れることができる。好みもあるんだ。調味料調合を始めると調合バーの針が端から端まで往復するようになる。レシピの順番通りに針が材料を刺すタイミングでボタンを押すことで材料を追加することができる。調合バーの下に表示される試行回数は針が両端に当たるもしくは間違った材料を加えた時に1マイナス。試行回数がなくなる前に全ての材料を加えた場合は調合成功。材料を野外で採取、雑貨や不墨炉で購入。不墨炉で売ってんの？人活簿解放済みでかつ任務壺の雑事をクリアしていると人活簿でキャラクターを試食に招待できます。試食したキャラクターは好感度経験、これさっき読んだな。あ、で何すんだっけ。鍋は鍋を手に持てばいいのかな。使い方を教えてくれ。それは分かるんだけど、場所は？どういうことだろう。調味料を加える、作る、これ間違えた。これで、これね、作る、はい。そういうことか。わかった。そういうことね。わかったわかった。これでもらえるんだ。3回試す、7回招待する。さっきのあれはまたいくらでも作れるんかな。調味料はどうやって作ったんだろう。丸ボタンでいいんだ。
まあ、この感じね。で、あ、人骨壺キャラも置き換えれる、置き直せるのかな。すでに置いてない人どうするんだろう。まだメンテ中なのかな。入れ替えれるならいいんだけど。適当にその辺におるやつに渡したらいいのかな。風の導くままに。あ、これでいいんだ。味だけでなく健康にまで気を配ってあるのかな。喋るんだな、ちゃんと。気遣いありがとう。え、そんだけ。風の導くままに。ああ、ここはとても快適だ。空気が新鮮で心身ともにリラックスできる環境だからな。それにとても静かで落ち着いて仕事ができる。ありがとう。そのことは心に刻んでおこう。お、なんかアチーブメントしたぞ。仲間との触れ合い会話を 10個解放する。花と酒を手に景色。風の導くままに。喜んで。どんな話をしようか。簡単なものを少し歌えるだけだ。これといって自慢できるものではない。しかしまだ心の準備が。ちゃんと練習してからにしなければ。頑張るよ、ジンさん。風の導くままに。そうだな、一緒に散歩に行かないか。以前君が言ったように私も自分の生き方を変えてみようと思ったんだ。もちろん仕事をするときは全力で取り組むが、君と一緒にいるときはきちんとリラックスできるようになった。これも全て君のおかげだ。君はいつもこうして私に付き添い、私のことを思ってくれる。私がそれに応えなければ恥ずべきことだ。本当にありがとう。歩きながら一緒に話そう。まだまだ君と話したいことがあるんだ。新団長いらしていたのですね。近頃とてもお忙しいようですが、たまには座って劇を見たりお茶を飲んだりしてみてはいかがでしょう。心身ともに安らぎますよ。おいしい料理はいつも幸せな気分にしてくれます。ただ残念なことに食事の制限があるためこれ以上は食べられませんが。いらしていたのですね。たまには座って劇を見たり。お、私も同じことを思っていました。あなたにご教授いただきたいことがたくさんあるんです。あなたは世界中を旅していて私よりもはるかに見識の広い方です。そんなあなたからご教授いただくのですから敬意を込めるのは当然でしょ。ご飯。実は私もたまには劇から離れて時間のある時に各国を旅してみたいと思っているんです。
しかし劇団の事務が忙しく、なかなかその機会がありません。あなたは様々な場所に行ったことがあるので、きっと各地の風習についてもご存知のはず。私に教えてもらえませんか？そうですね、例えばモンド騎士たちが剣を振るう姿は、我々リーウェイの剣術家たちとどのように違うのでしょうか？また稲妻で鍛造される刀剣はとても鋭利だと聞きましたが、稲妻人はどのようにしてそれらを鍛えているのでしょう？風のような剣術ですか？まさか剣を振るう時に風が吹くのでしょうか？あなたの話を聞いているとますます興味が湧いてきました。今後お聞きしたいことをもっと用意しておきますね。もちろんあなたの時間を無駄にはさせません。質問にお答えいただいた謝礼は最高のものをご用意いたします。いいの喋るな。好感度経験値の獲得回数、新レシピを開放するたびに好感度経験値の獲得回数上限。次はどこに行くんだ？リーユエの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。ちょっとキャラ動かせるかやってみよう。土曜か。なんか日曜日の感じがしていけん。やっぱイベントとか行くとやっぱそうじゃん。そうなるよね。いや、やっぱりお前と一緒にいると、まあ、新しいことにたくさん出会えるな。サイレンスがこの不思議なティーポットを見たらきっと驚くだろうな。ちゃんとアロイ用のセリフ、てかアロイには食べさせれんのんだ。住み心地のことを聞いているのならもちろん何の問題もない。でもずっとここにいるのはやはり少し慣れないな。ああ、ここも悪くないがやっぱり外がいいな。ずっとここにいると弓の腕がなまってしまいそうだ。今度外に出たら、あの遺跡守衛というやつのことを詳しく教えてくれ。あれの体には光っている箇所があるから、私でもうまく仕留められると思う。それにあれを倒せば部品も手に入る。どれも不思議な部品で、私の弓の改造には使えないが、お前ならそれをうまく利用することができるんだろう。アードイってほんまにアードイの声優さんなんかな。いや、やっぱりお前とサイレンスが。あのゲームちょっとやったけど、声まだ覚えてない。ティーポットを見。もちろん構わない。また何か面白いことでもあったのか。この世界に来てからお前に関することをたくさん耳にした。例えば、お前がモンド城のセピロス騎士たちに手を貸し、巨竜を倒したこと。リーウェイ校の仙人たちと一緒に海中の魔人を倒したこと。魔人、それに巨竜、どれもこれまでは想像もできなかったものばかりだ。しかしどんな危機に陥ろうと、お前ならきっと立ち向かい、仲間と共に戦うことができる。そうだろう。お前のような勇敢な者がいたからこそ、あの二つの都は危機から逃れることができたんだ。それがちょっとした手助けなら、本気を出せば世界だって救えるってことだな。もし本当に世界を救う日が来たら、私を呼んでくれ。私はすでに一度世界を救った。多少なりともそのコツを教えてやれる。確かにそれは大事だな。腹を空かせた状態じゃ世界を救うなんてできない。世界の破滅を止めるには全力で取り組まなければ。だけど正直、世界を救うのはとても疲れるんだ。誰が本当に世界を破滅させようとしている人物なのか見分けのつかない時もある。それに世界を破滅させたいと思っているやつほど
自分が正しいと思い込んでいる。そんな自信どこから来るんだろうな。話が通じなかった時は戦うしかない。それ以外に方法はないと思う。なるほど。こんにちは。やっぱ原神のキャラにしか食べさせられんのだな。食べているうちに眠くなってきちゃった。そんだけ。新レシピを解放するために、あれ、こう少し3個言ったけど、ポーカンの経験値の獲得回数上限を3回アップする。獲得回数、棚と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あ、そういうことか。マックスのやつ、あ、やっぱメンテ中っすよね。メンテ中にこのイベントやばいよね。好感度もういっぱいになってるやつだらけなんだけど、変えれんのよ、好感度いっぱいなのに。どうなんでしょうね、声優さんね。そう、あのゲームも普通に面白かったんだけどな。手が回らん、シンプルに手が回ってない。そんな意味ないですね。このタイミングでやるイベントではないよね、正直。まあいろいろもらえるからええけど。なんでこの、多分用意してなかったんだろうね。で、まあでも人活法のメンテって結構前からやってるから、なんか他のと入れ替えれんかったのかな。まあいろいろあるんだろうな。素人じゃ分かんない何かしらが、ずらせない何かの、多分上も分かっとんじゃろ。分かってあーって思っとるけど、ずらせんからもう行くっきゃないってなったんじゃない。物分かりのいいユーザー。物分かりのいいユーザーですから。鉱石は全部取ったんだったよな。なんかいいパーティー組めんかな。これあやとさんパターンまでね。ほんの余興です。緊急用に用意してたイベントかもしれませんね。なんかな、人活簿のメンテで好感度マックスのキャラが変えられないという状態でやってるからには何か理由があるんでしょう。まあその分保証ももらっとるしね、シャーナシア、シャーナシアで。難攻不落。好感度、好感度ガチ勢もそんなにおらんだろ。いつか上がるしな。ふっ。
安らかに浮力増進剣へよダメージが見えない。あれ、あ、生物が生物装備してないっけ。全力攻撃だ。装備してなかった。あれ装備してないかな。あ、多分なこれは神悟り天道万象。もったいね。剣女万弱。ねえに答えよ。結構そういう水泳こんだけ撤退だか。あ、絶対装備しないわ。全くダメージ出てない。あらまあ、誰にやったんだっけな。誰にやったんだっけ。あ、この辺か。やっちまったな。忘れてた完全に。こっちでいいんだよね。上海のロックダウンが予想以上に影響している気がします。今日のミルダムのイベントはどうしましょう。キープを目標にゲットしておきます。ちょっと待って、あれを見に行こうかな。あと10分後にデータ取る。今俺46,000の55,000だから、46,800だから47,000として8,000ポイントくらいか。でギフト数は728。一応取っとこうか。ちょっと分かんないね、今日の段階では。明日どんくらい伸びるのかによると思うんで、一応イベント、まあ、3000ポイント分エクストラ取っといて、で様子見ようか。で明日行けそうであれば行って、まあ明日次第になるよね。だから念のため今日もポイント取っとく感じにしようか。え、今日取ったら明日、いや、まあ翌週のことはそんなに考えなくてもいいのか。最悪明日取れなかったとしても、あ、いや、でもあれか、C2 からまた C1 を狙うときに3000あった方がいいのいいのか。今日じゃけ、3000ポイント、220位に入れるギリくらいのところを狙って、明日分も取れるかな。明日分も220位に入れれば一番いいけど、どうだろう。んで、何や、明日のそのポイント次第で狙うかどうかは明日決めてみたいな予定では明日もらえるはずです。うん、あ、そうよね、そうよね、先週おかしかったもんね。明日も取れるコインあります。あ、そうか。じゃあまあそんな感じでちょっと やってみようか。一応まあいけるかもみたいになれば行くし、で準備だけしとくみたいな感じで行こうか。
今728だから大方7000ポイント分くらい多分ギフト分で漏れるじゃん。それ引いたら今んとこマイナス分が1000とか2000っていうことになるじゃん。だから割と狙えなくはないところにあるとは思うよ。今日の段階では。明日どんだけ伸びるかじゃわ、ほんまに。剣女盤石。はたよ、ここに。その感じでいけるとありがたいかな。ちょうど安らかに。いざ。条件さえ揃えれば強い。まず2000ほどのギフトを送ります。了解。ちょっと移動するわ。オッケー、よろしく。お、麦猫いただきました。ありがとう。これでじゃあ様子見てみようか。ありがとう。戻るね。ありがとう。むちゃくちゃ可愛いらしい。ムキネコ可愛いよね。無邪気な数匹の猫。以上です。ありがとう。はたよ、ここに。天道万象。剣女盤石。6週にいいです。いざ、うん、なんか土曜日どれくらいでどれくらいの順位になれるかみたいなのもなんかある程度感覚で分かるようになりたいね。なってきたいね。結構2000とかで62位だったら、この段階で62位だったら割ともそのままいけそうな雰囲気はあるよね。そうですね、うん、ちょうどなんか心配なくいけそうなくらいの感じがします。
吸い一個先時間だからデータ届くか。490098。この1時間3000ポイントくらいかな。1時間目540として、今週は毎週土曜日のポイントも入ってますから有利なんです。あー、そっか、確かにそうか、普段より3000多いんだ。これは来たか、時が来たか。今週激アツだな。835335755037。広角はマイナス6000くらい。さっきざっくり8000くらいだったから、うん、やっぱりでかいね。そしてコメント人数もラス1か。これは初見さんがこんにちはって書いてくれるだけでいけるな。流通のために作られた船は港に停まる。ワグマさん関係のありがたさもすごいコメントの方でめちゃめちゃやっぱり感じるね。継続してね、ああやって書いてくれるのと声かけてくれるのもほんまありがたいよね。お忙しい中歌舞伎を見に行っとるのに気にかけてくれとるのありがたいよね。ほんまですね。そう、剣の盤石、全力攻撃だ。天道、ここにある。旗よ、ここに命に応えよ。よしっつ、どこにいるのか聞かせてもらおう。安らかに。天道万象、剣女盤石、いない。飛雲機槍を天に召せ。のけ、難攻不落。陛下の意向が我を守る。必ず訪れる。バージョン 2.6 が、終わってないけど、ほぼ終わったようなもんじゃん。で、だいぶやっぱ YouTube の方の再生回数も相当落ち着いてきたんよ。まずイベント系のが終わったタイミングでガクンと落ちて、んで、でも今まだ魔人任務のやつがちょっとどれが長く再生されるかなみたいな、ちょっとずつでもね、ちょっとずつ分かれてきてる。
やっぱまああのライデン将軍のあの動画みたいにずーっと再生されるやつがやっぱ強いから、ライデン将軍の多分2万1000回生1000再生2万1000再生くらい多分いっとるよな。あれもでももうずーっと再生され続けとるから、ちょっとずつその感じのが増えていくとやっぱりこう基盤として強いから、そうしたいよな。一個先、みんなは俺が天道ここにある。牽引を用意。18000強っ。穴のがいくつか欲しいところですね。そう、まあああいうのでも魔人任務が来ないとなかなか作れんよね。ああいうなんかこの普遍的なやつ普遍的なやつっていうか誰しもが一回は通る系のやつね。だけどもしくはそうか、解説、まあでも無数に出とるからな。やっぱなんかこのストーリー進めるときにものすごいマニアックなところを解決したり残したりするっていうのが結構いいかなと思うけど、ね、マシン任務だけは更新されん時はほんまずっと更新されんからな。バルーン動画作りたいんだけどな。なんかちょうどいいソフトがないかなっていつも思うんよな。なんかただ写真をパッパッと切り替えながら喋れるだけでいいんだけど、あとできれば BGM をなんていうの、普通に内部の音として入力したい。今使ってる
今よく使ってるソフトとかそれができんからな。なんか前使ってたスマホでやってたやつ、ちゃんと BGM も入れれてのやつ、あれ今でもやっぱおかしいよ。なんか OS アップデートしてからのあれからずっとおかしいから使えんのよな。書き出せれんのよ。取れるは取れるんだけど、すげえ重くなるし。パソコンでなんかこう手間かからず取れるのがええな。なんか以前サブノーティカについて、サブノーティカ面白いかどうか、スイッチのサブノーティカは面白いかどうなんかっていうことを喋っただけの動画があるんだけど、それがなんか最近ちょいちょいまた再生されるんやな。でそこからチャンネル登録者が2人増えてたんだよな。だからあれとガチでやった感想を喋るだけでもまあ参考にしてくれる人はおるんだなと思って、多分映像とか全然切り替えずに普通に喋っただけのやつだと思うんだけど、あれサムネがスイッチサブノーティカ面白いみたいなやつの、あれもなんかちょいちょい再生されてるみたいな。喋っ系がいいなただ喋るだけで成立するのがやっぱり究極ではあるし、やっぱ自分の性格的に多分それくらいなんかラフな方が合ってんだよな。なんかモチベが高い時はいいんだけど、低くなった時にその編集とかなんかその、設定するのとかも、もうとにかくだるくなるから続かんくなるよね。無礼者は必ず制裁される。冷たくさくさ、ほんと一旦移動させてから、捕獲完了。あれ移動しないな。みんながそばに。武力増進。三尺の修正。陛下の恩賞。鏡の花。天理チョーク。剣女盤石。旗よ、ここにチャック。はあ。全員どけ。冒険だ冒険。そういう水泳よっ。陛下の意向が我を守る。吹雪特化せ。やっぱほっといても再生される動画を作っていかんといけない。地味でも。お主でこの方大勢でかかってきても構わん。この手は組まん。やりよ。頭を取る。一個先。全力攻撃だ。奥の手だ。ふっ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 。ここだ。
ラーが今あんまないんだっけ。10万、あ、そっか、イベントやったからだ。そう考えますと面白いゲームに出会えることは大きいですね。大きいね。基本的にやっぱその、まあ、昔からそうなんだけど、プレイすること以外に興味がないんよな。興味がないというか、数字が大きく動くようになれば多分あの動画アップしてどうなるかなみたいな見るの楽しいけど、ちょうどいい、なんか地味だとちょっと地味だとじゃずっとは見ないかなるんで、毎回安定して結構動くんならいいんですけど、みんながそばに、ねえ、答えよ。られなかった。なんかやればやるだけなんか確実に結果が出るみたいなことってそんなないけどさ、やっぱそういうことがあったらモチベ上がるよな。ないんじゃけど、あ、でもミルダムとか一応時給だからその感じもあるのかもしれない。一応やればやるだけっていうことではあるさ、4時間分だけど。次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。結局なんかそのあれだと思うんよな、その金になるとかならんとか考えなくていいくらい面白くて熱中できることをやり続け、で一応運が良ければ収益化できますよくらいの機能がついてることをやるっていうのが多分性に合ってるんだと思う。なぜなら金になろうとならなかろうと面白ければやるからでもその結果生活が立ち行かなくなることはあるから難しいとこだけどね。サブノーティカもむちゃくちゃ面白かったのに落ちてばかりで残念でしたね。そうなんやな、まあ、今は安定しとんかな。立ち上がらなくなったからな、究極だよね。信じない、立ち上がらなくなったソフトって初めてだったんだけど。しかも一回時間空くとさ、もう分かんないじゃん、どこまでやったかなとかさ、なんか細かいことが何ももう多分覚えてないんよ。ちょっとやったらまあ多少は思い出すかもしれないけど、なんでなんだろうね。スイッチのマイクラもそうなんだけど、なんかその面白いゲームではあるんだけど、クオリティソフトとしてのなんていうシステム面のあのクオリティが低いね。スイッチのマイクラもレルムだったらいいけど、普通の方はね、最後らへんちょっとまたマルチでやってみた時もさ、メインでやってた時から結構時間が経ってからやった時もやっぱりおかしかったからな。なん、多分限界を超えてんだろうね、そのスイッチというスペック的にはそんな高くないゲームに強引に詰め込んでる感があるんだろうね。対応してくれるのはありがたいけど、立ち上がらんくなるくらいまで無理しちゃうとやばいよね。しかも大体ゲームってずっとやって進めば進むほど重くなるからさ、やばいね。大事なところでできんくなる。孫たちとしてるマイクロの世界はすぐにラグくなりますよ。なるじゃろう。
そうなんや。じゃあれがやばいよな。スイッチ本体やマイクラのソフトを軽くする努力はしてますけどね。ああ、こちら側でな。難攻不落。またないわここ。昨日なかったから明らかに24時間は絶対経ってんだよね。おかしいなこともあるもんじゃ。仕事のメールだ。 OK OK 大丈夫。いざ。なんか今カニ降ってこなかった。なんか今カニが降ってきた気がしたんだけど。方向をちょっと考えてとまとめてやれんな。あれバレてんな。1個
個分濃縮画面だけど何に使おうかな。武器な、なんかレベルアップできたんだよな。なんだっけ、あ、これいけるやん。あ、これもいけるやん。底上げするか。あ、でもモーラがあんまないから、あんまいらんことはできんか。一応強化だけ突破だけする。あなたさ、絶対回すか。あれ、明日か明後日で螺旋がリセットだな。16日なんだっけ、毎回わからんなるわ。ルリ、今日イベント行っていろんな人がいろんな活動してんだなと思った。なんか屋台みたいなんとか出てて、で、まあ、食べ物売ってるところもあれば、なんか物を売ってるところもあって、いろんな人が活動しとんやなっていうしみじみ思った。やすらかに天道、ここにある。ねえに答えよ。総流水泳時間。うわ、危ねえ。難攻不落、天理チョーク。飛雲機やりよ。みんなは俺が守る。谷里水泳陸力増進。危なかった今。この元素の会心ダメ。ヒットポイント防御、あー、まあ会心ダメはいいけど、それ以外が攻撃パーセント、時計の防御か、いらんなあ。出ちゃった、どうしようかな。また入り直すとめんどいな。生物ディオナさんのあの生物やるか。カラクリ神経いけるので、五郎さんも育ててられるんですね。あとのちになりますが、ぼちぼち育てます。あ、五郎さんは岩場区分だったら育ててよかったなと思うと思う。あと最終的に荒滝さん手に入れるんだったら、五郎さんは
相当使うからな。もう勝利先生と荒滝さんと五郎さんくらいまでが固定みたいな感じになる。結構いつか終わりを迎える。20、ああどうしようかな。経験値でロサリアさんにするか。20だったら。明日土曜じゃろ。日曜日でそろそろ武器もでもちょっとレベル上げときたいんよね。魔法だいぶ溜まってきたから。育てたいのいっぱいじゃ。今日土曜じゃ。あ、今日土曜か。え？今日土曜か。そっか。え、じゃあモラにしとこうかな。明日選びたい放題だからな。いや、モラにしとこう。明日に備えよう。危ね。今日金曜だと思ってた、なぜか。モラにしとこう。明日選びたい放題だから、基本なんか日曜日になんか武器のさ、なんかあれいちいち見るのめんどいじゃん。めんどいし覚えれんし、覚えても割と早くレベル90とかになったりするからさ、武器日曜日にあげるのが煩わしくなくていいんだよね。できれば、まあ、わかんないけど、日曜日にあげる可能性結構あるから、モラにしとこうか。難攻不落、天道、ここにある。違うじゃろう。手元に6万あるかどうかで、こんなもんかな。綺麗に使い果たしたな。使い果たしたやーとかなんか時々日本語が合ってんのかどうなんかわからんくなる時あるな。今年は夏祭りとかもあるんかな。てかバラ祭りやったんだったら多分か状況今のままだったら夏祭り夜店とかは絶対やるだろうな。去年やろうとして夜店は中止になったんだよね。駅前の難攻不落よし出発だ。安らかに天にチョーク一個先剣影よきつい復活しよっとこの菊花火がでも微妙だな。
花火はまた同じとこにめっちゃ人が集まるから、あーバラ祭りの場合は割と広範囲に分散するからあれだけど、夜店は夜店でまたなんていうの、そんな広くないからちょっと危ないのかな。全力攻撃、陸力投資、総流水泳よっと、三尺の修正、連動板昇、難攻不落、チャック、ヤック、はあ、全員どけ、ここにチャック、ヘッヤッと、いや割とこのパーティーありなのか、まあ、このこれ系何でもいけるよな、正直。通常攻撃で戦う系だったら、ちょっともう一回読み屋さんで行ってみよう。お友達が増えたで。でちょっと。どうしようかな、絶縁つけたいな、絶縁つけたいから、一旦五郎さんにセーブ使えして、じゃあ一旦五郎さんに返します。全然違う感じになるけどね。あのここはここ防御でいいのかな。ここはじゃあ持っていこうか。元素スキルでもダメージ出したいよな。あれ多分岩元素のあれ積んでたらもうちょっとダメージ出るんだろうね。おいで、今モナさんに渡してます。ここ岩元素にしようかな。あとここ防御のあれない、防御のない、元素チャージ効率、まあ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 、とりあえずいいか、とりあえずいい。ガチで組むときはまた考えよう。でこれいこうか。金さんのあれそんな強いの？55.9230。ベネバフ乗ってたんだっけ今の。
てなくて3万だったらやばい。9000。岩山八九。みんなは俺が。陸力増進。花火に。待って、今のあれか、爆発撃って5万とか入ってる。あーちょっと剣女盤石天道。あれか、爆発撃った瞬間の旗よ、ここにあれが強いのか。剣女盤石飛雲機やりよう。え、言うてそんな弾なんな。あ、同時に倒った。全力攻撃。これが一個先。3万入るな。ベルカフ乗って3万だったかな。普通に2万とか2万7000とか。その辺か。多分さっき。ここに入ってる敵に攻撃したから蒸発反応入って5万ダメージとか出たんだろうね。2万とかだったら割と普通だな。通常攻撃系じゃないといけないから。でも彩香さんでやるんだったら神格さん持ってないけど、神格さんとかの方がいいよね。ウンキンさんの銃撃は含まれないんだから。通常攻撃ダメージか。銃撃入んないんだったら、ちょっとあれ、縁飛さんには微妙か。このパターン誰で行くのがいいんかな。手数が多いキャラがまあいいのはいいわな。国政さん、フィッシュルさん、通常攻撃をバフだから、通常攻撃が強い。まあまあやっぱアヤトさんとかその辺にはなるよね。通常攻撃を元素スキルで強化して戦うみたいなパターンが。あ、レザーさんのあれ？元素爆発って通常攻撃扱いよね、多分。ちょっとやってみようか。どこに行けばいい？まあでもあれがないんだな。勝利先生のところをディオナさんにして。私に任せなさい。一応超伝導は意識しときたいかなみたいな。ティリエルさんいらっしゃい。サイゼーファン。これもこれに持ち替えて。あ、違う、これ。違う違う。違う違う。フィッシュルさんに渡してんだよね、確かに今ね。変な装備してんな。あ、じゃあいいんか。物理系だからいいんか。物理系2セットだけでもなんかちゃんとしたいな。
あ、どこ行った？あ、これか。弱い弱いんよ、弱いんよ。アティエルさん、こんばんは。あ、コメント人数22名だ、ありがとう。ありがとう、助かった、ありがとう。今研究中。あ、でもレザーさん、あ、ちょちょ、やばい。帰りたい。帰るな。危ないよ。これ、逃げ場がない。あ、このでかいやつもぐるぐるしてくるんだ。やばい、これ。旗よ、ここに、チャンス。普通にやばい。アタッカーが不在。アタッカー不在。あ、え、ちょっと待って。苦しい。事故った。こいつらで試すのは早かったな。あ、ここもあれないんか。でもどんな状況でもいけないと意味ないもんね。レザーさんの元素爆発の時の方が見たかったんだけど、現実的じゃないか。カオス勝利先生を抜いたのがもう敗因よ。勝利先生を抜くんじゃなかった。でも超伝導入らんときついしな。どうすればいいんだ。レーサーさんを使わなければいいんか結果そうなるよな。あ、ちょっと試してみたかっただけだったんだけどね。いや、この運金ベネットでダブルバフをかけて、なんかいい感じに戦いたいなーっていう研究をしよったんだけど、まあ、今んところあやとさんが一番いいかな、このパターンで言うと。で、その次に宵宮さんくらいかな。あやとさんでリベンジするか。いいだろう。レザー超伝導向いてるのか。超伝導、あの、じゃ物理系の装備をさして、んで、あの、え、何、レザーさん雷元素じゃん。でもう一人氷元素がじゃけ超伝導を起こすのに必要で、しかもシールド貼りたいなと思ってディオナさん選んだんだけど、勝利先生のシールドに慣れてるから速攻で壊されてやばい状態になったで、やりたかったのは超伝導を起こした後に運金バフ、ベネットバフで、レーザーさんの元素爆発で攻撃速度上げて殴ったら強いかな、どうかなって思って、それをやりたかったんだけど、うんうんってなった。ちょっとリベンジしよう。レーザーさんはでも物理系で行くのは方向性的には間違ってないと思うよ。あの元素爆発も結局
通常攻撃プラス雷の追撃みたいな、追撃というかスタンドみたいなのが一緒に攻撃してくれるみたいな感じだから、なるほどね。そう、この敵がちょっと強すぎたな。やっぱ普段やっぱ勝利先生当たり前にいるから、なんとも思ってないけど、いなかったらいなかったでやっぱりちょっと大変だな。天にチョーク動けん安らかに、みんながそばに、あ、待って待って、大事なとこ、大事なとこ、今大事なとこ、大事なとこなんよ。はい、気持ちいいやつ。いや、これくらいの感じを期待しとったんだけどな。やっぱりこういうパーティーにはなるよな。そんなくよな。あ、ちょ、よそ見しとった。あ、ちょ、こっちじゃない。ちょっと待って。あれ、俺、どこに落ちたこれ。どうなった、どうなってるこれ。よそ見しとった。バフってなった。危ねえ。天道、ここにある。みんなは俺が、ねえに答えよ。神悟り水友よっせよめしろ剣女万丈やりよ。ちょっと勝利先生回復したいんだけどね。旗よ、ここにチャンス。あ、終わった。なかなか、あのベネットさんの元素爆発じゃないわ、元素エネルギーがなかなかたまらんね。こっちから行こうか。この日々のね、地味なモラ集めも大事よな。ガンザン八九。全力攻撃。天理チョーク。一個先。剣影よ。強いは強いな、やっぱこのパターン両方乗せる手間があるけど、難攻不落飛雲機はぁ、やっはぁ、やすらかに、無理にはためんでもいいのか。なんかいい組み合わせないかな。でもまあやっぱシャンリンさんとかね、もう待ちきれない、かなり扱いやすい。いや、結果シャンリンさんとか入れてるのが一番強いような気がするな。元素爆発撃ったらシャンリンさんのあれだけで2万いくらやってくれるじゃん、一周で。
飛沫の回心率も手に入れんといけんのか。剣闘士とかの2セット2セットとかで剣のがまげえわな。ソーリオ水泳神里水泳難攻不落。料理の時間だよ。剣闘士またそう立てたくなるよな。あ、今日土曜よな。あ、でも今日コメント人数いけてよかった。ありがたい。3週連続だね、土曜日の時点で達成できてんのって。今日もちょっと怪しかったけどな。やっぱ協力してくれる人がいないとやっぱ無理だったな、今日も。全力攻撃天理チョーク。師匠の技を喰らいなさい。難攻不落。みんながそばに。安らかに。総流水泳。敵がいなかった。ああそうだった。いっぱいなんだった。めんどくさい。あー選んで取らんといけんくなった。パッツンパッツンなんよ。言うて3時間じゃ、あれだ、もう3時間か、早っ。中福さんこんばんは。で今俺イベント82か。これはいけるな。剣女盤石。熱々でしょ。剣女万丈、天道万象。ウオパ。神里流。水遊剣影よ。よっ。ああもうストレスでしかないこれ。またいや合成するか。捨てるかな。
天理チョーク。話が通じないなら総流水泳よっやっぱいやもう選んで拾わんといけんのストレスなんよ。いっぱいもう持ちきれんくなった。どこへ行く遺跡主へ。ガンザン八九やすらかい燃えろ。バッグいっぱいなんですね。そう、なんていうの、アイテムが、なんていうの、一つのアイテムが多分1万個持てないんよ。で、9999個になっとるから、これ以上は持てないから拾えなくなるっていうやつ。これだけ、もうカンスト、カンストする意味ないんだけど、もう持てんのよ。だっけ、捨てるか、合成して、この、よりレア度の高いものにして持っとくか。なんじゃけど、合成するにしても金かかるから、1万個すごいですね。もう日々4時間とかやってたら、こんなことになるんよ。末期よな。末期なんよ。で、この、こいつら1匹倒したら200モラもらえる。200モラくれるんよ。だけどまあ敵の中ではまあくれる方だから。みんながそばにいてくれ天道万象。だからまあ狙って日々倒しに行っとるんよ。総流水泳と三尺三尺の修正。剣女万尺とよく剣女よ。持てん、拾えんのよ。でまあ基本的にはまあ捨てる、まあ、普通捨てるよね。そこからくり神経です。いや違うよ、塩化のみや。からくり神経をもう倒しとるんだな。からくり神経倒し方わかる？倒したんよね。まあ、普通にまあダメージ与えていくだけだけど、よく似た敵でした。ああまあそうだね、あれ系だね。ガチでいきました。まあもう倒せないってことはないよな、さすがに。キャラもよう育ってるし。こういうのに交換すれば一応いいのはいいんだけど、まあ、普通あんまり意味ないから交換しないよね。なんかもったいなく感じるから交換してみてるけど、非常にもったいないことしょるなと思いながら使い切れんのよ結局。こうやってやっても12個増えとるし。使い切れんのよ。いざ。結局ね。
まいち合成よく分かってます。分かってない。合成は、なんて言うんだろう。この、まあ大体、まあどれも共通して同じなんだけど、これ今、この小さいさ、かけらみたいな、ターコイズの、なんて言うの、これ、かけらみたいな。これが一番レア度が低いやつじゃん。んで、その次、あ、これ3個分で、これ3個分で、このやつ。あ、これか。これ1個に合成することができるんよ。で、これ3個分で、これ1個分に合成することができる。かけら見たことあります？そうで、これ3個分で、これ1個分に交換することができる。で、こいつらも全部一緒。で、これ系も、これ3個分で、これに交換できて、で、これ3個分で、これに交換できる。で、この辺ももう全部一緒。より、レア度が低い、これ3個分で、これ1個分になるっていう。なるほど、なるほど、そう。あと、カカンの出る秘境にも行きました。カカンではない星5出ました。ああ、回復の車庫、海染め車庫か。うん、そう、この辺も全部一緒。3個分で、より、こう、レア度が1個高いやつに交換していけるっていう。じゃけ、これ、もう、このさっき、9999になってたやつ3個分で、これ1個分に交換できるじゃん。そしたら、それ交換したら、こっち分が、まあ、実質、減るというか、手持ちが開くじゃん。じゃっけ、そんなことしても意味ないんだけどね。で、しかも合成するのにお金かかるから、モラかかるから、まあ、普通は捨てる。で、まあ、どういう時に合成が必要かっていう、と、成長の段階に応じて、さっきの添付本だったら、これだったら、自由の導きっていう、この、なんていうの、何色っていうのかな、これ。この色のやつが今必要だけど、これ今、テンプのレベルが2だから、この色のやつが必要なんだけど、これが1だったら、茶色い、一番レア度が低いやつ、あれなんよ。で、これが上がっていくと、より高いやつが、この金色のこういうやつが必要になっていったりするから、その手持ちになんかしょぼいやつが3個あるんだったら、それをまとめて1個にして、このええやつにええやつ1個分にやってとかやっていく。そういうこと。ありがとうございます。そういう感じで、これがじゃっけ、まあ、このテンプの素材もそうだし、テンプの素材のこのテンプ本もそうだし、このやつ、ドロップアイテム、敵倒して、出てくるアイテム。これもレア度があるから、低いやつ持ってるんだったら、高いやつ、レア度が高いやつに交換して使うとか。あとこのキャラクターのステータス、このやつ、さっきのやつね。あれ系のやつ、これもそんな感じ。添付素材は秘境というところに行くと手に入ります。そうで、なんかまたキャラクター育成するときになんかよくわかんないのが出てくるかもしれないから、また聞いてくれれば。ちょっとデータ取るか。49676、この1時間は578。
84588の55913。広角はマイナス6200ですね。育成のため頑張ります。そう、そんな感じです。そして俺はラスト1時間はエーペックスに移動しよう。いや、原神はな、あ、そうか。今の今回のイベントはあれか、壺系のだからまだ条件満たしてないか。そう、原神のイベントは参加のための条件があるから、だけどもう進めといて間違いないね。行けるとこまで行っといて間違いないよ。